エンディングと、ね、実質クリスタル状況がないという感じですね。あ、そっか。それでちょっと今ゆったりめに。だからさ、朝いつもこう時間の割りくれんだけど、いらないかな。もうちょっとこう、ここの人数出てきたら多分それでポキッと分かりますね。お気に召さない。どうでしょうか。ダメでしょうか。何言ったってしょうがないなと思うから。どうせそうしちゃうんでしょうみたいな。いなくなって。あんな悪い。そう。植木さんさん何が解決してる。大型。あ、お気の毒 B 型の面倒になってる。あ、そうなんですか。B 病やの B、 B 病やの B。 きっすい。誕生日何なんですか。4月。あ、じゃあもう終わった感じですね。同い年です。おしさ、おしさです、おしさです。同い年、同い年。48年前です。いや、じゃあそんなことないよ。50代。あ、2つ下、2つ下です。まあ、同世代みたいな。同世代です。ただ声がでかいっていうか、声が声完全に声の通り羨ましいんですよ。離れて思考性すごい離れてやばい、ね、割れるかもね。思考性がない。だから居酒屋とかで飲んでてもすいませんとか言っても僕の声通らないんですけど、もう全然あの普通に違う。どっからも聞こえるもんね。ピンポイントそれで。単音なんだよね。和音、和音系だから。ああ。ピンは心地よいけど。タの人は歌うと響く演歌とか。ああ、そう。スパーンって入るのかな。そうですよ。最悪言うんですか。SM 系。え ?SM 系。あ、エッセイをこう読む系。うん、僕は何人ですかね。なんか私はこと言ってる。適当系。まもなく入りますね。一番いいじゃないですか、適当系って。じゃあ、途中。あ、もう。はい、終わりくらいからゆるゆると入ります。はい、次の曲はですねラジロボ未来館タイムズというわけで、今日はですね、システム開発、あとスマートフォンアプリ開発、はい、あとペッパーのロボアプリ開発をやられている M ソリューションズ株式会社の植草取締役に。あ、植草です。よろしくお願いします。はい、大丈夫ですよ。もうちょっと入っちゃう。あ、大丈夫。大丈夫です。いや、声でかいから入るのやばいねって言ってたんですよ、ね。いや、もっともっと近づけと。はい。笹川さんのこう、なんていうんですか、あの、テクが。DJ タクテクが。あ、素晴らしいですね。多分そう。割れないぞと。抑えめにしたと思うんですよ。多分、そう絞られ下の方に行ってると思います。あのね、そうなんです。いきなりスイッチ入って、僕はちょっとびっくりしたんですけど。本当今日初対面なんですよね。はい、よろしくお願いします。ハイタッチ、ハイタッチということで。見えないですよ。大丈夫。いや、あの見えるラジオです。あ、そうだ。はい。いいじゃないですか。今M ソリューションズって、はい、大きく事業的には2つ、はい、3つなんですか。あ、そうですね。アプリ作ったりとかもしてますし、あとはウェブのそういうシステム、企業のシステム作ったり、最近そのサイボーズのキントーンを使って。サイボーズ、ご存知ですか、サイボーズ。あのなんかこの間ちょっとワーママのなんか動画がこう流れてバズってて、ワーママ、ワーキングママのなんかこう支援しますみたいな動画がはバズってたやつ。そうですね。まあそこの会社のバズるじゃないですよ。バズってこう口コミでどんどん広がってるみたいな。あのグループのイントラというか情報共有のシステム、イントラ、はい、イントラネットいいですね、こういうグループで、うん、あのネット、インターネット、ご存知ですか、インターネット。インターネット、インターネットやばいでしょ、さすがにわかるでしょ。インターネットで、そのグループで情報を共有しよう、あとスケジュールを共有しよう。おー、まあ今の Facebook とかって一見そういう機能あるんですけど、細かなスケジュール管理とかってなかなか正直難しいじゃないですか。クリスタルしたい。それをどこでペシッてやってるのが、サイボーズさんとかでやってる、いろんな仕組みがあったりのパートナーさんで M ソリューション。そうです。この間なんかアワード取れたんですよ。そういえば。アワード。アワード。賞です。賞。賞賞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 なんです。賞なんですよ。賞。つまんねえからこれ。賞。はい。賞取られたと。はい。その時ってのはそのキントンの。キントンのカスタマイズ。そうそうです。あのいっぱいやってくれましたで賞みたいな。キントンのカスタマイズ。はい。まあまあまあ。キントンっていう商品が。あるんですよ。カスタマイズが、はい、わかる。はい。で、その他アプリの開発。そうですね、アプリの開発。最近だとペッパーの開発が多いですけどね、ロボアプリ。あの受付にも
ペッパーがいるんですよ。写真見せましょうか。まずさっき写真見せて全然わかんなそうでしたけどね、ラジオでは、これがいいんです。これがいいんですか、はい、本当これ可愛く。ペッパー見えます見えないよねこれね。あの上草さんがいらっしゃるオフィスの受付、そうそう、うちのオフィス。芝生なの？芝生じゃん、まあカーペット緑っぽいカーペットですけど、はい、ペッパーがペッパーがいて、受付なの？そう、受付として頑張ってこんにちはとか言ってるんですよ。かわいい。朝9時から夜6時まで働いてます、ペッパーが。そうです。これ の, あの受付のペッパーの開発アプリとかもうちの、あ、教育用の、あ、そうですね、教育用のロボアプリも今作ってて、まあ、子供向けに英語がこう、まあ、簡単に覚えれるよみたいな。例えばあとお話ししてると英語を教えてくれるみたいな。嘘、そうです、なんか赤いもの見せてくださいって言うとこう赤いもの見せるとレッドって言ったりとか、まあなんかこう頭こう教えてあげて、うん、まあ、ヘッドって言ったりとか、レッドとヘッドでインフンでみたいな。ね、あんまつまんないですね。あんまり調子良くないですね。いやいや、あ、そうよ。はい、あ、そう。ですので、まあそういう、まあ、ペッパーの、そのコミュニケーションロボットっていうところを、この教育とか、その面白い動き。最近はたくさんいるの？結構いますよ。だってね、100とか200人とかそんな感じでいる。そうですね。はい、その代表？代表じゃないですけど、まあ、あの取締役とか。まとめ役。会社でしょ。ああ、そうね。そう。はい、まとめ役です。まあ自由に何かやってますけど。次々アイデアが出てくるの？そういうこういうの作ったらいい。どんな、いや、まあ、それもあるかもしれない。あとなんかその、やっぱりうちは企業っていうか、会社にこう、なんか作ってあげるみたいなのが多いので、なんか例えば、そう、展示会とか、あのお店とか、そういうところでこう、なんですかね、まあ、こう商品紹介したりとか、まあ、こう呼び込みしたりとかっていうのを、そういうような、はい。ラジオって自由でいいですよね、これね。デジタル向きなんだけど。そうなんですよ。だから、こう、だんだんこう、制している。はい。こんな愉快な仲間です。この私たちのまったりなところにいい感じで入ってきました。基本体調で、スパーッと僕声が入るんですよ。ねえ、羨ましいんですよ。ずっとね、30分ぐらいでもそうだよね、曲かけてみるとか言って、そんな全部曲に見えちゃう感じの曲に見えちゃうんで、そうですか、まあ、はい、いつでも呼んでくれれば、まあ、ぜひ毎週ということ。毎週は厳しいでしょ。アプリの話もほら、わからないものには会話してることもいちいち、ちょっと待って、今のは何だってことだから、一つ一つ紐解いていかないといけない。そうだ、1回2回じゃ確かに伝わりませんよ。覚悟して結構頑張ってこないと、そうだんだん巻き込まれるということで。M ソリューションズさんの、はい、なんか告知ございましたら、告知もどこに、確かにクラブエクスポ、あ、そう、クラブエクスポには出るんですよ。あの来週、まあ、サイホスと一緒に出るんですけどね、はいはい、いつかですか。5月の十何日の水木金みたいな、そんな感じ。場所は、場所どこでしたっけね、ビッグサイトだったかな。ビッグサイトだと思います。はい、そんな感じです、もうだいぶ有名ですね。まあ江東区ですから、はい、あ、そうだ。そういう意味で僕振ってるんですよ、ちゃんと。さすがですね。僕もあの実家江東区ですから、関係ないですけどね。はい、私も元実家江東区なんですよ。うちは住吉なんですけどね。千葉です。千葉はじゃあここら辺じゃないですか、いいですね。そういう地元つない、地元いいですかね。じゃあしょうがない、これからどうする、どのぐらい来ます。あ、僕なんかコミットしてないじゃないですか。今、トラさんは、はい、週に、あ、月に2回。あ、マジで。じゃあほとんど赤字が仲間で埋まってるってことなんじゃないですか。そういうことですね。だったらタイトル変えたって全然いいんですよ。あ、そう、また自由な感じですね。クリスタルアカデミアとかつけてもいいんですよ、ね。まあ、月1回ぐらいだったらいいんじゃないですかね。いいんじゃないですかね。どうぞ。はい、それで、来週はですね、また、植草さんの仲間でもある、はい、ソフトバンクモバイルで、電波の設備を担当されている加藤さん、加藤銀、加藤銀が、加藤銀ですね、はい、あの、まあ同世代ですね。そうですね。でソフトバンクグループでプレゼンテーションの講師をやってる、いいですね。なので、まあ、上手だと、人前で話すのも上手っていうようなことで、まあ、そうですね、出ていただく、はい、いいですね。皆さん本当、はい、いろんな、ね、タイプの方がいらっしゃいますか。おろしいですね。トラさんからこんなつながり周りで、みんななんか動物園みたいな感じですよ。あ、そうだね、はい、ゾウだったな。そうそうそう。はい、では今日はですね、M ソリューションズの植草さんを、はい、お迎えして、またちょっと本当にいろいろしたいです。なんかじゃあまた、はい、ぜひまたよろしくお願いいたします。はい、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、このまま